バスプロトーナメントでは使用できるルアーや大きさを規制してほしいですね。最近見ていてもね、ひどいよね。俺もなんかいろいろ話だけしか聞いてないんだけどさ、もうずーっとこうちっちゃな船でも魚探こんなでっかいのつけるのね。でもう右も左も全部見えるのよ、こうソナーになってて、ずーっと何やってんのかなと思ったらさ、魚探だけ見てんだよ。ずーっとこれしか動かしてない、これだけ。魚探だけ見てて、あ、出てきた、ほら、食え、食っちゃい、魚探見てやるのよ。食え、食った、よっしゃーとか言ってやるのね。上がってくるとさ、こんなバスなの。こんなバスなんだけど、そんなのグーって巻いてピッと上げろっていう世界なんだけど、ね、ひどいことになっちゃってるよね。もう、まあ、バスのトーナメントは金どんだけ持ってるやつの勝ちだからね。その魚探を前後左右にみんなつけるっていうね、そういう状態でやると魚が出てきてパクって食べるところまで全部それで見てて、ずっと見ながらこうやってて、よし、こう食うぞ食うぞ食うぞ、ほら食った、よしっていうやつでしょ。つまんなくなっちゃったよね。大変なもんだ。あの缶釣りもそうよ。うまいんだろ、トーナメントに出てる連中は。うまいんだろ。そしたらさ、普通のルール内でやりなよ。2センチ未満使用禁止っていう缶釣り協会 の規定があるんだから、ね、それから上でやりなよ、ね、0.2g だ 0.3g せっこいのやってないでね、はい、さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめ YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問というのをですね、直にお答えして、さあ、ということで、まあ、これからの話をちょっと楽しみたいなということで、ぜひご入会をよろしく。